皆さんこんにちは、毛利と申します。本日は我が家にあるハオルチアのご紹介をしていこうと思います。ハオルチアは様々な品種がある多肉植物ですが、我が家にあるハオルチアはほとんどが普及種です。普及種とはいえかなり綺麗な種類が多くあります。そして比較的手に入りやすく、なおかつ育てやすいという特徴もありますので、気になる品種がありましたらぜひチェックしてみてください。それでは早速見ていきましょう。まずはオブツーサからですね。ご覧の通り葉っぱの先端部分が半透明になっていて、光にかざすととても綺麗ですね。おそらくハオルチアの中で一番見かける種類だと思います。ホームセンターなどでもかなり安価に売っておりますので、ハオルチア初心者の方にもおすすめです。このようにたくさんこぼいて増えていきますんで、それも楽しいですね。次にブラックオブツーサです。葉っぱの先端部分が先ほどのオブツーサに比べてちょっと尖っているのが特徴的ですね。今の動画に映っている個体はあまり光を当ててないので緑してますけれども、ちょっと光を当てたり暖かくなってくる季節になると色がもう少し濃い紫ですとか、こう黒っぽくなってきて、ちょっとかっこいいような上品な、そんな美しさがある種類ですね。次はオブツーサのトゥルンカータです。一番最初に出てきたオブツーサよりも一つ一つの粒が小粒な可愛らしい、そんな種類ですね。次に出てくるオブツーサトゥルンカータのイクラという種類と非常によく似ていて、ちょっと私はあまり区別がつかないんですが、かなり可愛らしい種類ですね。そしてこちらがオブツーサトゥルンカータのイクラですね。先ほどのトゥルンカータだけのものとちょっと違いはよくわからないんですが、我が家にあるこのイクラはかなり小ぶきがすごいですね。今ちょうど映っているようにかなりこぶいてくるスピードが速いです。まあイクラという名前が言えて妙だなという、そんな感じですよね。続いては紫オブツーサです。普通のオブツーサと比べるとやや紫がかった色が特徴ですね。今ちょうど映している個体はちょっと水分不足気味でシワシワっとなってしまっているんですけれども、もっと水分を含むとこうぷっくりしてきて、とても可愛らしい姿になります。続いてはドドソン紫オブツーサですね。同じ紫オブツーサの中でもこうドドソンさんという、こう植物学者なのか、こう収集家の方なのかがなんか取ったというふうな個体のようですね。一つ一つの葉っぱが大きくて、この窓と呼ばれる上の部分の半透明の部分が大きいという、そんな特徴があります。光にかざすとこの窓の部分が大きいと、とても綺麗に映りますね。続いては赤線レンズオブツーサです。この赤線レンズというのは葉っぱの上部の部分の窓のところにこう入っている細い線ですね。この緑のスススッとこう入っている、これが赤線というらしいんですが、そこの部分に他のものと比べると細く繊細にそういった線が入るというのが特徴ということで、こんな名前になったそうですね。透明度が高くてとても綺麗な、そんな品種です。続いては水晶オブツーサです。一つ一つの葉っぱの形がこう水晶のような、クリスタルのような、そんな形をしていることから付けられた名前のようです。ちょうど今私が持っている個体は日に当てすぎてしまいまして、ちょっと赤紫っぽい感じの色になっているんですけれども、まあ、水をもっと吸わせてあげて時間が経てばこの葉っぱのこう中心部あたりには見えていると思うんですけど、緑色になってきてくれます。今ちょうどこぶいていますね。端っこの方から2つぐらい出てきていますね。気に入ってる品種なのでちょっと増やしていこうかなと思います。続いては白堤城ですね。こちらはハオルチアの交配種ですね。
確か日本で作られた、作出された、そんな品種だったと思います。この見た感じのこうつぶつぶした感じっていうんですかね、こうザラザラした感じが、なんというかこう砂糖菓子のような、こう砂糖コーティングがされたお菓子のような、そんな見た目をさせてますね。とても綺麗で、光が反射してキラキラしているようにも見える、そんな品種です。続いてはダビディです。先ほどまでの種類と違って一本一本の葉っぱがとても細いですよね。そして窓の部分が割と細長く広がっています、まあ、なので光にかざすとですね、この上半分ぐらいになっているこう窓の部分がとっても綺麗に映るんですよね。私の持っているハオルチアの中でも特に綺麗に映るかなというふうに思える品種です。私のお気に入り品種ベスト3に入ってくるのは間違いないという、そんな種類ですね。続いてはピグマエアミュータントです。ピグマエアという種類のミュータントのものになります。そのミュータントというのが何かというと、葉っぱの裏側まで窓と呼ばれる透明の部分、半透明の部分が回ってきているという、それがミュータントというらしいです。なのでピグマエアのミュータントですね。葉っぱの裏側まで透明な部分が回っているので、光にかざすととても綺麗ですね。この個体はちょっと水分不足気味になってきちゃっているので、葉っぱがちょっとしおっとなっているんですが、水を吸ってくれるともっとぷっくりしてとても綺麗に映ります。続いてはアトロフスカミュータントです。こちらも同じミュータントということで、葉っぱの裏側まで透明な部分が回っていますね。今映ってる個体は、まあ、やはりちょっと水を切り気味にしてきたせいか、ちょっと赤紫っぽくなってますね。もうちょっと水を吸ってくれるとこうぷっくりしてきて、なおかつ色ももう少し緑色になってくるような感じですね。こちらも私の非常に気に入っている品種の一つです。やはりこの窓の部分が広いととても綺麗に見えますね。続いてはウラハンニャです。こちらはコンプトニアーナのミュータントという品種になります。まあ、なのでこちらも先ほどまでの種類と同様に、葉っぱの裏側まで窓と呼ばれるこの透明な部分が回ってきていますね。ちょっと私の持っているこのウラハンニャは、あまりこの葉っぱの裏側まで窓が回っている部分の面積が少ないんですけれども、こう中心から新たに出てきてくれている葉っぱたちはもう少し窓の部分が大きそうなので、今後の成長に期待していこうと思います。続いては旧氷砂糖ですね。こちらはハオルチアの剣田という種類の斑入りの品種になっています。まあ斑入りなので、もっとこう白い斑が入った部分が多かったら綺麗なんですけど、私の持っている個体は、まあ、安かったというふうなこともあって、あまり斑が入ってないですね。おそらくインターネットで検索してもらうと、とても綺麗な白い部分が多いような、そんなものが出てきてるんじゃないかなと思います。続いてはエメラルド LED ですね。この形がお花のようでとても綺麗ですよね。こちらもですね、窓の部分はそんなに大きくないんですけれども、透明度が高くてですね、光に当てるととても綺麗なんですよね。ちょっとこのカメラだと分かりにくいかなというところですが、うまく水分の量ですとかを調整して綺麗な形を保って育てていきたいなと思っています。続いてはコンプトニアーナですね。先ほどウラハンニャ出てきましたが、それの、まあ、ミュータントじゃないバージョンですね。裏側まで窓の部分が回ってないようなバージョンです。我が家にはコンプトニアーナがもう一つあるんで後で映りますが、あ、これですね。これも同じコンプトニアーナなんですが、
先ほどと比べると葉っぱの大きさっていうんですかね、全然違いますよね。同じ種類でもこういうふうに様々な表情を見せてくれる、そんなハウルチアはとても美しくて、同じ種類でもたくさん集めてしまいそうになりますね。続いてはピクタです。こちら去年の夏頃に一回根が全部なくなってしまったんですけれども、なんとか復活してきてくれました。まあ、そのせいもあってか形がちょっと崩れてきてしまっているんですが、気長に育てていこうと思います。次はスプレンデンスですね。こちらも少し形が崩れ気味になっているんですが、まあ、なんとか無事に成長してきてくれているので、枯らさないように大事に大きくしていこうと思います。続いては白鸚ですね。ピグマイアの中のおそらくまあ何かの交配種なのかなとは思います。この葉っぱの上の部分ですね、この白くなっているのがとても綺麗ですよね。ちょっと形が崩れてしまっているんですけれども、まあ、うまく育てられる方は本当に綺麗に育てますよね。この白い部分にとても惹かれて、私はお迎えを決意した、そんな品種ですね。続いてはピグマイア系の交配種だと思うんですけれども、ちょっとこれ読み方がわからないんですけど、サムツキ、カンズキとエヒガサという品種の掛け合わせのものですね。この葉っぱ上部の窓の部分がこう何とも言えない、このグミのようなっていうんですかねそんな質感がとても綺麗に私見えまして、気に入ってお迎えを決意した、そんな品種ですね。続いてはウンブラティコーラですね。こちらはあの半透明の窓の部分があまりこう見えない、その代わりにとても緑しているような、そんな品種ですね。とても安くて、かつこう今見ている通りこう小ぶいているんですが、増えやすいという、そんな可愛らしい種類ですね。一回枯れかけちゃったんですけれども、まあ、割と復活してきてくれて、この通り小ぶきもかなり増えてきました。続いてはベヌスタです。私の持ってる個体はちょっと残念ながらあまりモフモフしてないんですけれども、この品種は表面にこう細かい毛がたくさん出てて、すごいモフモフした可愛らしい、そんな品種なんですね。ちょっと私のはあまりモフモフしてないんで、まあ、安かったせいなのかなっていうのもありますけど、これから育てて少しでも良くしていければなというふうに思ってます。続いてはマンゾウですね。とても変わった形をしていますよね。こうまるでこう象の足のような、そんな形をしたハウルチアです。この上の部分の窓に映り込む模様ですね、これが様々な模様が映り込みまして、それによってま個体名がついたりして、とても高額ハウルチアになったりという風なのがありますね。少し前に結構このマンゾウのブームがあったようですね。ちょっと私はあまりその時期にハウルチアやってなかったんで詳しくないんですが、はい、続いては玉仙ですね。こちらも、まあ、今までのハウルチアと比べると変わった形をしているような品種ですよね。もうまさに扇のようにこう横にこうわーっとこう葉っぱが展開をしていくというものですね。先ほどのマンゾウと同様に、この上部の窓に映り込む模様が様々なものがあって、個体名がついたりというので高額になったりしますね。一応私の持っているのはこれ斑入りの錦なんですけども、もうごく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 少量しか入ってないですねはい、続いてはヘルバセアという種類です。こちらはかなりもう群生というか増えてきてしまって、端からだいぶはみ出してしまってますね。このちょっとモフモフっとした感じが
とてもお気に入りで、ついつい触りたくなってしまう、そんな品種です。あんま触りすぎるのも良くないのかなと思ってるんですけど、ついついやっぱ触りたくなっちゃいますよね。ちょっともうサイズ的にこの鉢は限界なのかなというところで、次の春には植え替えてあげようかなと思います。続いてはレツーサアクミネイトホワイトゴーストですね。こちらは以前ですね、ホームセンターで、片隅に打ち捨てられていたセール品だったんですね。ちょっと枯れかけてたのを、復活してここまで、緑色に順調に育ってくれたという、そんな品種ですね。その復活させた時の様子は別で動画を投稿してますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。続いては剣田ですね。こちらも先ほどのホワイトゴーストと同様にホームセンターのセール品になっていたものです。枯れかけたのが復活して、なおかつこんなにたくさん小ぶくほど元気になってしまったという、そんな状態ですね。こちらもちょっと窮屈そうなので植え替えてあげなきゃなといったところですね。続いてはおそらくレツーサなんじゃないかなと思われる品種です。なんでおそらくなのかというと、こちらですね、ラベル値札に種類が書いてなかったからですねこちらイケアで買ったハウルチアになります。イケアにもハウルチアがあるんだと思って、ちょっとびっくりというか驚きだったんですけども、3種類ぐらい置いてあったので、ちょうどそれを買ってきた中の一つですね。続いてはハウルチアの星雲の舞ですね。こちらもハテナがついているので、先ほどと同じでイケアで買ってきたものになるので、品種名が書いてなかったという感じですね。こちらも先ほどのレツーサもそうでしたけれども、もう鉢いっぱいに成長してしまって、植え替えてあげなきゃまずいかなというふうな、そんな状況ですね。両方ともとても安い値段設定だったので、まずハウルチア始めてみたいなという初心者の方にもおすすめですね。続いてはレティキュラータです。ちょっと私の持ってるレティキュラータはほっそりしてしまっているんですけれども、本当私の知っているというか、よく画像で見るようなレティキュラータはもっとこうぷっくりしているような種類なんですが、地道に育てていって大きくしてあげようかなと思っています。最後は幻の塔ですね。こちらビスコーサという種類の白い斑が入っているものになります。今までのハウルチアはすべて軟葉系、軟葉系と呼ばれるこう柔らかい葉っぱと書くんですけれども、そういう品種だったんですが、こちらだけは硬葉系、硬い葉っぱと書くやつですね。そういった種類のハウルチアになっています。なので窓と呼ばれる半透明な、そういった部分がない品種になるんですけれども、この白い斑が入った美しい色合いと、そしてこの葉姿っていうんですかね、今までの軟葉系にはないような、そんなかっこいい感じの風貌がしていますね。そこがお気に入りです。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけますと非常に励みになります。よろしくお願いします。また概要欄には Twitter と Instagram の URL も記載しております。ハウルチアの写真は Instagram の方に投稿しておりますね。よろしければフォローください。それではありがとうございました。失礼します。